本日は本当にお忙しい中、落成式にご参加いただきまして誠にありがとうございます。大変立派な楽勝ができたと思っております。今日は楽勝が今の形になるまでのこの度ですね、立派な楽勝ができる前に皆さんにいろいろご迷惑をおかけいたしました。またこうやって本当にようこそお忙しい中に、薬師堂の学生式にご使用いただきました。プログラムぜひご覧になっていらっしゃらない方はお帰りにですね、でおはようございます。まず挨拶の前に、ちょっと今日そこの支援住宅のですね、防災訓練っていう何か始まりかちょっとよく分かりませんけど、7月の、本土の火災式の乾杯をさせていただきます。他年の素晴らしい薬師堂が建設になりましたことを本当に嬉しく思っております。今後につきましても乾杯。中締めさせていただきたいと思います。まずイワインデータを流してこの後満載参照。薬師堂の落成式ということで地域の皆さん方は本当に村の地域の神様といいますかを大事にするという気持ちが本当に伝わっていると思います。今日は上手に。